皆さんこんにちは、よしおです。突然ですが、イケメンはお好きですか？好きですよね。マーベルコミックには信じられない数のキャラクターが登場しています。ロストワンみたいなブサイクや、ベータレイベルみたいなエイリアン、金玉みたいな顎のサノスや、ロストワンみたいなブサイクなキャラもいます。一方でイケメンキャラもたくさんいます。もちろん同じキャラクターでも描くアーティストによって天変地異かってぐらい見た目が変わるのですが、それは置いておいても男でも惚れたくなるキャラクターがたくさんいます。ということで今回は、前に生放送で視聴者様から募ったさまざまなイケメンキャラを個人的な独断と偏見で紹介していこうと思います。生放送でご意見くださった皆様、本当にありがとうございます。特にランキング形式ではなく、紹介文も偏見とネタを交えたものなので、時系列もバラバラです。なのでできるだけ血液を下半身に集めて頭を空っぽにしてご覧ください。動画内には原作コミックや MCU、 実写映画のネタバレが含まれますのでご注意ください。それでは早速いきましょう。ウルヴァリン。皆さんおなじみ X-Men の顔で、ミュータントの中では一番人気のキャラクター。イケメンというよりもワイルド系ダンディーな感じですが、映画デッドプール&ウルヴァリンが爆裂人気のため、セロンに乗っかってウルヴァリンを入れさせていただきました。ミュータント仲間を含め、数々の女性と関わりを持つウルヴァリンですが、関わった女性はろくな目に合わないことで有名。様々な時代を生き抜いてきただけあって、歴戦の猛者から醸し出される雰囲気は男性も女性も虜になること間違いなし。ただピーターが言うには、ウルヴァリンの体臭は酔っ払った濡れた犬らしいです。ちなみに娘のローラも同じような匂いがするらしいです。基本的に短気で横暴な性格ですが、面倒見がいい面もあり、若いミュータントにめっぽう好かれています。そして無茶な若者に振り回されてるウルヴァリンは可愛い。本名はジェームズ・ハウレットですが、僕が日本人のせいでしょうが、正直見た目や性格的にハウレット感はないです。セイバートゥースのビクター・クリード感はすごいのに。身長は 1m60cm ということで、某配信者の方の言葉を借りれば人権なし勢なのですが、それを補ってあまりあるムンムンとした色気を持っているイケメンです。一緒にラッコ鍋食べたいですね。最後に忠告しておきますが、ウルヴァリン初登場時のコスチュームの話はしないようにしましょうね。サンドラ。イケメンとは男性だけに適用される言葉なのでしょうか。いや、そんなことはありません。言葉の本来の意味なんてものは現代ではそれほど重要ではないのです。女性という枠を超えてかっこいい存在に対する賛辞としてイケメンを使用することは何の問題もないのです。このサンドラというキャラクターは、別の可能性の未来、悲惨な戦争の結果、男が奴隷や生殖用に飼育されている23世紀のアース715からやってきた女性です。男勝りという言葉がぴったりの優秀な兵士で、最強の男を屈服させるためにアース616にやってきて、ファンタスティック4のシングと戦い、ほぼノックアウトするほどパワフル。しかし正々堂々の対決にチャチャを入れてきたサンドマンと言い合いになったり、気絶しているシングに追い打ちをかけようとするサンドマンにガチギレするなど、敵にも情けをかける男気あふれる性格も持ち合わせています。遺伝子操作によって人工子宮から生まれたサンドラは肉体的にも非常に優れており、身長は2m18cm、体重は158kg と、あの NBA のレジェンドセンターシャキール・オニール氏とほぼ一緒のスペックです。体重がイメージしづらい方のために補足すれば、158kg はだいたい胡蝶忍4人分です。基本的に手首に鎖を巻いていることが多いのですが、遊戯がアドバイスでもしたんでしょうか。ちなみに初登場で因縁のあったシングが結婚する際には、婚前パーティーに駆けつけ、女性側ではなく男性側のバチェラーパーティーに参加していました。しかもポーカーで並み居る男どもの身ぐるみを剥いでボコボコにしています。こんな外見も内面も男気あふれるサンドラの姿を見れば、彼女がマーベル屈指のイケメンキャラと言われても納得ではないでしょうか。ハイペリオン。先ほどのサンドラと給水塔の上でやったイケメンで、本名はマーカス・ミルトン。アース13034出身のエターナルズで、死にゆく惑星から地球へ送られ、地球で育った男。太陽エネルギーが枯渇すると弱体化するという特性を持ちます。
はい、どう見てもスーパーマンです。本当にありがとうございました。彼は多次元宇宙同士が衝突し消滅するインカージョンイベントで、物理的に宇宙同士の衝突をたった一人で止めようとしたイケメンです。マルチバースの誰もが相手の宇宙をどう退けるか、どう破壊するか、どう逃げるかと知恵を合わせて画策する中で、パワーというたった一点で対抗しようとした本物の脳筋です。ただ脳筋と言いましたが、超がつくほど賢く、スーパーコンピューターよりも早く弾道計算できるほどの頭脳を持ち合わせています。全身に覆われた筋肉と最高峰の頭脳を持つ、まさに完璧超人です。全身が脳みそ理論を提唱した層がアホに見えてきますね。またオリジンボムとエイムの好奇心から生まれた新しい種族の父親代わりとなり、自分自身が地球の父親から教わったように教育と道徳を彼らに教えることに心血を注いだ崇高な人物でもあります。元より顔がイケメンなのは周知の事実ですが、ヒゲががっつり生えてもワイルドさが増してなおかっこよく見えるというチート顔面の持ち主。この時期にヒゲソウとヒゲハイペリオンが仲良くしていたんですが、2人が並ぶと画面の圧と男の色気がすごくて目がね曇りますね。というか冷静に考えて、このクソダサコスチュームをここまでかっこよく着こなせるのすごい。ハイペリオンのスペックとしては 1m93cm の身長に対して体重は 208kg という筋肉だるまです。こんなスペックの人間はほぼいないので、比較対象がゴリラになってしまいます。彼は人間よりゴリラに近いのです。というわけで、マーベル界一のイケメンゴリラことハイペリオンでした。エロス。マーベルのイケメンってゴリラばっかりやんとがっかりしていた方々、お待たせいたしました。マーベルには今時のシュッとしたイケメンももちろんご用意しております。その名もエロス。彼は名前の通り快楽主義者であり、愛と冒険を求めて宇宙をさまようバイセクシャルのエターナルズです。基本的にイケメンですが、アーティストによって顔と年齢が激変します。原作を読んでいる方はご存知でしょうが、サノスの弟です。兄弟仲はお察しください。ただ年に一度だけサノスとエロスは休戦してプレゼントを交換し合うという不思議な習慣を行っています。現在も続いているかは謎です。エロスは一時アベンジャーズの一員として活躍しており、その際にエロスという名前は挑発的だとして、ワスプにスターフォックスという別名をもらっています。彼はそのルックスもさることながら、周囲の人間に快楽物質を発生させてメロメロにさせるというエロ漫画みたいな能力を持っています。ただその能力を奔放に使いすぎたせいで、彼に無理やり行為を強要されたとして地球で集団訴訟されたことがあります。しかし裁判所の外にはそれに抗議するファンが殺到していることからも彼の人気ぶりがわかります。ちなみに裁判ではエロス側の証言をシーハルクがアベンジャーズメンバーに頼むのですが、ワスプ以外の全員に断られてしまいます。各キャラの拒否理由は概要欄に載せておくので、興味がある方はぜひご覧ください。面白いです。最近ビジュアルがより中性的になっており、もはやイケメンというよりは美しいです。また能力以外にも口が達者であり、アベンジャーズ加入時のスピーチや国連でもスピーチをして聴衆を熱狂させています。ただセレスティアルズには通用しなかった模様。セレスティアルズが地球を破壊する寸前まで行ったジャッジメントデイでは、いつもの快楽主義的なエロスは鳴りを潜め、廃墟の中を駆け回り人々に寄り添うイケメンムーブをしてさらに読者を魅了しました。身長は 1m85cm で体重は 86kg。 これを有名人で例えると、あのレジェンドゴルファータイガー・ウッズ氏とほぼ一緒のスペックです。意外と筋肉質な体に中性的な顔立ち、これは現代でも通用するマーベル界のイケメンではないでしょうか。ガンビット。最近のアニメ X-Men97 でも大活躍して多くの男女を虜にした元盗賊ギルドのイケメンキャラクター。無機物にエネルギーを充電して爆発させる能力などを持つため、小さくて投げるのが簡単なトランプで攻撃することが多いです。もうトランプを攻撃手段に使うキャラクターは全員かっこいい。またいろいろネタにされている彼の発音ですが、実は声で相手を魅了する能力を持っており、それを活用している場面も多くあります。外見的にももともと整った顔ですが、何よりも彼の特徴ともいえる赤い目がセクシーです。似たような造形の顔が多い X-Men の中で、彼の赤い目に惹かれた読者は多いのではないでしょうか。
逆にサングラスかけたらサングラスの色以外でサイクロプスと見分けがつきません。彼の目は生まれつき赤く、それで苦労することもありましたが、なぜ赤いのかは不明です。そのうちビームでも発射するかもしれません。ちなみに日本語ウィキ等では赤い目に再認効果があると記載されていますが、コミックローグで視力を失って目隠ししている状態でも相手を魅了していたので多分違います。元盗賊出身の華麗な身のこなし、ちょっとキザな性格、やるときはやる男、そんなギャップに惹かれない読者はいません。 X 面には出たり入ったりしてますが、そんなちょい悪なところも全てガンビットの魅力になっています。海外のガンビットスレでは、世界には2種類の人間がいる、ガンビットを好きなやつか嘘つきかという名言まで飛び出しています。あと本名のレビー・ルボーというのも官能的な響きがしてセクシーです。これだけのスペックを持っているガンビットなので、さまざまな女性と浮き名を流していましたが、2018年にローグと結婚してからは基本的に一途です。彼らには幸せになってほしいですね。ガンビットの身長は1m88cm で、体重が 81kg と今まで紹介した中では一番細マッチョです。このスペックを多分ほとんどの人が気になっているであろうあの人物と比較しましょう。そう、チャニング・テイタム氏です。彼の身長は 1m85cm で、体重は 81kg、 なんとほぼガンビットのスペックと一緒なのです。配信などでガチムチすぎてガンビットのイメージと違うと言いまくっていましたが、ここでお詫びと訂正をさせていただきます。ガンビット氏、チャニング・テイタム氏、本当に申し訳ございませんでした。トニー・スターク。さすがにこのキャラを入れないわけにはいかないですよね。ご存知、マーベル切手のプレイボーイの一人で、もはや説明不要の存在。頭脳明晰、容姿端麗の一見完璧超人だが性格に難あり。一見傲慢でプライドが高く挑発的だが、過去の行いやトラウマから自己嫌悪に陥ってアル中や薬中になるなどの自傷傾向もあります。ですがその欠点すらも魅力になるのがトニー・スタークの憎いところです。付き合ったり関係を持った女性は数知れず、有名なキャラも多いので時系列は無視して一部ですが簡単に紹介します。ちなみに過去動画の使い回しです。ペッパーポッツ。ペッパーの方がトニーに惚れていたが、二人の関係はうまくいかず、ペッパーはハッピーホーガンと結婚した。ナターシャロマノフ。トニーもまんざらでもなかったが、途中でロシアのスパイと分かったため深い仲にはならず。シーハルク。お互い整合なので何度か寝た関係、任務後にヘリキャリアの中でそのままやったこともある、家でやれ。マリアヒル。シークレットインベージョンの後、秘密の武器庫で急に追っ始めた、二人ともストレス溜まってたみたい。ジャネット・バンダイン。結構うまくいってた、ハンク・ピムよりはかなりマシ。ヘルキャット。トニーが苦しい時期の救世主、しかしトニーのプロポーズは断った。ガモーラ。酔った勢いでやっただけ。マダム・マスク。複雑な関係。ベサニー・ケイブ。トニーのアルチを直した聖人。エマ・フロスト。元よりラフな関係、後に成り行きで結婚し流れるように離婚。他にもたくさんいますが、軽く紹介しただけでもトニー・スタークのモテ具合がわかると思います。波乱万丈で浮き沈みの激しい人生を送ってきたトニー・スタークには、危険で危うい大人の色気があり、読者である我々をも魅了しています。正直有名キャラすぎて紹介する部分があまりないので、せっかくなのでちょっとだけトニー・スタークのトリビアをご紹介します。意外と知らない方も多いようですが、トニー・スタークは最初の頃、自分がアイアンマンであることは秘密にしており、アイアンマンのことを自分の親しい友人やボディーガードであると人々に説明していました。チームメイトもアイアンマンの正体をしばらく知らず、ビッグスリーの一角であるキャップがアイアンマンがトニー・スタークだと知ったのは1981年のアベンジャーズ215号であり、現実時間では出会ってから17年経ってからになります。ちなみに初期のアベンジャーズメンバーの中で一番最初にアイアンマンの正体を知ったのはハンク・ピムのようです。アイアンマンがトニー・スタークだと世間に知られたのは、僕が知る限り2002年のコミックアイアンマン55号で犬を助けるために飛び出した時だと思われるので、初登場から実に現実時間で40年間は一般人には秘密のアイデンティティを保っていたことになります。これを考えると映画アイアンマンがいかによくできているかわかりますね。今まで通りの秘密のアイデンティティを持ったヒーローアイアンマンだったら
凡庸な映画になっていただろうことは容易に想像がつきます。ロバート・ダウニー・ジュニア氏、本当にありがとう。ロバート・ダウニー・ジュニア氏つながりのトリビアになりますが、映画アイアンマンが公開された2008年のシーハルクのコミック内で、ファンからロバート・ダウニー・ジュニアよりずっとハンサムですと言われたトニー・スタークは、そうらしいねと答えています。さて、そんなトニーですが、身長は1メーター85センチ、体重102キロと意外とガチムチです。この体型で100キロ超えとは信じられません。ちなみにアーマー抜きの重さです。 MCU でイメージぴったりのロバート・ダウニー・ジュニア氏は身長1メーター74センチ、体重78キロなので、それよりも25キロほど筋肉の鎧をまとっていることになります。これがどれぐらいかというと、スターロードでおなじみのクリス・プラット氏が身長188センチ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー1撮影時の体重が105キロほどと言われていたので、それとほぼ一緒です。もちろんアイアンマン役はロバート・ダウニー・ジュニア氏以外ありえないのですが、もし設定上の身長体重でそのキャラが現実世界にいるとこんな感じなのかと思うと面白いですね。さて、今回の動画はいかがだったでしょうか。おそらくほとんどの方が、あれ、 X-Men の一番イケメン枠のスコットがいねえじゃんと思っているでしょうが、あいつはジーン・グレイとエマ・フロストという二大美女と付き合った全人類の敵なので、今後も紹介しません。他にもなんでこのキャラはいないのという意見が多いと思いますので、好評だったら第2弾をやりたいと思います。ぜひ感想やご質問などコメントお待ちしております。概要欄には各キャラの補足や小ネタを載せているので、もしよければそちらもご覧ください。またエッチな女性が見たいという変態紳士に向けた動画もご用意しておりますので、概要欄に貼っておきます。ご家族がいない時に一人で見るようにしてくださいね。他にも真面目だったりふざけたマーベル原作解説動画を上げていますので、よろしければもう一本動画を見ていただけると嬉しいです。それでは次の動画か配信でお会いしましょう。メイクマイマーベル、さようなら。